はい、速稼塾の久保です。まあ毎回お得な情報ばかりお届けしてるんですけども、今回はですね、まあそんな示唆があったというレベルにとどめさせていただきますけども、例のね、特別定額給付金全国民に10万円一律配布、こちらの方は5月に実施されて、もうおおむねほとんどの方にね手に渡ったんではないかなと思いますけども、菅総理になってですね、これの第2弾をやるべきではないかっていう形が整ってきてるんですよ。ということはもう1回ですね、私たちは10万円を受け取れる可能性がありますよね。そして第3弾もあるんではないかなというふうに話が出ているところもあります。これはまだ不確定ですけどもね。ただ総理が変わってこういうふうな動きになっているのは確かなんですよ。決定するかどうかはまだ分かりませんが、そしてこれにつれてですね、もう一ところでまたね話が出ているのが持続化給付金の第2弾なんですよ。これは今までの持続化給付金と別の予算を組んで、今申し込んだ人もさらに申し込めるような形としてですね、持続化給付金の第2弾、これは個人事業主の方に100万円、最大で、法人の方に200万という形ですけども、これどうですかね。前回もお話したようにネットワークビジネスでちょっとうまくいかなくなったよって方ね、これ大きな福音になりますよね。もうすでに多くの方が100万円なり200万円なりを私の放送を通じて受け取っていただいておりますけども、これがね100名以上でもう1億円以上振り出されてるんですよね。もう着金もしてるんですよ。私の方に連絡もいただきましたから。これがもう1回来るとしたらどうですかね。家賃補助っていうのもありましたけども、でも家賃補助っていうのはまあ家賃なわけですよ。でも持続化給付金っていうのは商売の利益が補填されるわけですよね。でこちらの方ね、100万円でも200円でも受け取ると非常にありがたいんじゃないかなと思いますし、実はね前回の持続化給付金の100万200万の時でも、遡って開業届、遡って修正申告って方がいらっしゃってね、それが認められてるわけなんですよ。ですので今回も前回の手続きをして100万円200万円受け取った方はすんなりとねもう一回受け取れるってことにもなると思うんですよ。まあこれね引き続きちょっと情報を取っていきたいんですけども、当面は携帯電話のことに、まあ放送っていうのは報道っていうのはねフォーカスされると思いますので、なかなかね探すのが難しいんですよね。ということなんで今日の放送はですね、まだ噂レベルと思っておいてください。でもちょっと私としてはねかなり期待が持てるんで、官邸の方ですとかね、それから経済産業省をはじめ省庁の方に持続化給付金とね、特別定額給付金を求める声としてメッセージを送ろうと思います。ある方はねこんなことを言ってもしょうがないよねっていうふうに言いますけども、違うんですよ。国民の声が集まれば無視できないようになりますから、もう今ね SNS とかメールがある時代ですから、どんどん SNS で求めているということを表現して、そしてメールでね官邸の方にどんどん要求を、国民の要求を与えてみてください。そうすることによって必ず、政府は政治っていうのは動いてくれます。信じるか信じないか話し合いですけどね。でも私は例えばね1億人人口がいて1億人が希望すればそっちに向かうと思うんですよ。9000万人が希望してもそっちに向かうと思います。8000万人でも6000万人でも